昔あるところにジャックという男の子がいました。ジャックはお母さんと一緒に小さな家に住んでいました。二人は牛のミルクを売って生活していましたが、あまりお金を持っていません。ある日牛からミルクが出なくなって、とうとう牛を売ることにしました。面白いです。ジャックはそう言ってお店へ向かいました。お店への道の途中でジャックは不思議なおばさんに会いました。おはよう、ジャック。待って、どこに行くの？なんで僕の名前を知ってるの？このしおりにお店へ行くんだよ。ジャック、その牛と交換でこの、豆をあげるよ。これは魔法の豆で1日で空まで伸びるんだ。はい、わかった。魔法の豆。ジャックは牛を豆とこ交換して家に帰りました。ジャックが家に着くとお母さんは聞きました。お母さん、ただいま。牛はいくらで売れたの？牛はこの魔法の豆と交換したよ。お名前は何でベタランだ？どうして大ちゃんの牛をこの豆と交換したんだ？お母さんは豆を取ると窓から外に投げてしまいました。次の日の朝、ジャックが起きるといつもと何かが違います。庭にとても大きな豆の木があったのです。おばさんの話は本当だったんだ。そして豆の木を登り始めました。一日登った後、ジャックは空の上に着きました。空の上には大きくて綺麗なお城がありました。お腹が空いていたジャックはお城に向かって言いました。すみません、何か食べるものをもらえませんか？すると女の人がお城から出てきて、ジャックにパンと牛乳をくれました。そしてこう聞きました。どうやってここに来たの？このお城は人気巨人の家だよ。早く自分の家に帰ってほうがいいよ。その時大きな音が聞こえました。巨人が帰ってきたのです。女の人は急いでジャックを部屋の中にくしました。ここに隠れて見つかると巨人に食べられるよ。今日は疲れたからすぐに寝よう。巨人はお金を机に置いて自分の部屋に行きました。ジャックは去年中がね、あの眠ると隠れのやめました。そして机の上のお金を取ってに行けました。お汁からは目の肝でわしり豆の木をすべて家に帰りしました。
それからジャックとお母さんはそのお金で生活しました。そのお金をすべて使ってしました。だからジャックはもう一度木目の木を登ることにしました。ジャックは前よりも早く空の上に着きました。ジャックはあの女の人を探しましたが見つかりません。お城のドアは開いていました。ジャックがお城の中に入ると巨人が鳥と話をしていました。金の卵を作れ。すると鳥は金の卵を作りました。鳥は金の卵を作ることができたのです。巨人は鳥に金の卵を3つ作らせました。それからトイレに行きました。その間にジャックは金の卵を取ろうとしました。しかし今度は巨人に見つかってしまいました。巨人はジャックを捕まえようとしました。ジャックは急いで逃げました。巨人も一生懸命走りました。おい、ジャックは豆の木を置いていると自分の家が見えてきました。ジャックは大きな声で言いました。お母さん、刀も売ってきて、豆の木を切って。お母さんは刀で豆の木を切りました。すると豆の木は大きな音を立てて倒れました。巨人は豆の木から落ちて死んでしまいました。ジャックも豆の木から落ちて怪我をしました。お母さんは言いました。ジャックを取るのやめなさい。誰かのお金で決意しても私たちは幸せになりあれません。ジャックは死んだ巨人に謝りました。それからジャックは真面目に働きました。